答えてくれたら、うん、怒られる制度ないよ、ね、ありがとうございます。改めまして自己紹介しましょうか。ょ、ね、僕の名前が高倉亮で、相方の隣にいるのが高倉亮です。高倉久保でございます、まあね、俺ね、ラーメン屋って設定で矢継ぎ早にボケたいなと思いまして、あんまり先に伝えない方がいいんですよ。お前は死に物狂いに突っ込んでね。そんな必死でやんなきゃダメなの、うん、じゃあ俺ラーメン屋の店長やるから、お客さんで入ってきて、みんなはそこを動かないで。動かない。ガラガラガラ、いらっしゃい、なんとか。マセだよ。お客様何匹ですか？一人。こちらサービスのショーライスです。早くないですか、サービス。はい、ではアルコール消毒と検便の方お願いします。あんまやらないけどね、飲食店で。ピッ、27.5 ですね。低すぎる。死んでんの？足のサイズを測る機械でした。どう測ったの？あとなぜ測ったの？カウンター席と地べたどちらにしましょう？カウンター席。カウンター席でよろしいですね。誰かの戦闘能力調べられちゃう。じゃあこちらとこちらへどうぞ。一つでいいよ、力士じゃねえ。お席の方大変お熱くなっております。鉄板みたいになってない。ちょっと待って、はい、早すぎる。矢継ぎ早すぎる。死に急ぐな。いや、お前もなかなかどうして死に物狂いだったぞ。なんで俺ちょっと褒められてるの？感覚が違いすぎる、ここからさらにサミダレ式にボケるから、あの、身を粉にして突っ込んで。どういう心でやるんだよ。みんなはここを動かないで。なんで動くと思ったの？ちょっと水です、おしぼりです、サービスのショーライスです。2個目ですけど大丈夫ですか？お客様、本日はお食事ですか？当たり前だろ。ラーメン屋来てんだから。それともお酒ですか？カットですか？何しに来てんの？カットってなんだ？いや、当店ラーメン屋とバーと美容室を同時に経営しておりましてですね。多角経営すぎませんかね。もうラーメンバーバーバーになっております。バーバーバー。はい、ラーメンバー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 。ああ、美容室とバーバーって言ってるのね。はい、店名がラーメンバーバーバーババ高田のババ店です。よりによってどこに作っちゃったの？またバーバー。いや違う、私、店長のババ、ババババです。マジかねえじゃん。親の手抜き半端ねえの、これ。カットでよろしかったでしょうか。気がねえ。ラーメン、やめた方がいいと思うんですよ、美容室と一緒にするの。クレームも結構ありましてですね。そうでしょ。髪の毛の中ラーメン入ってんじゃねえかよ。逆だよ、ラーメンの髪の毛だよ。ご注文お決まりでしょうか。決まってない。喋っただけで決まってないです。でしたらメニューとサービスのショーライスです。ダイナイスぐらいあるんだよ、こっちに。ご注文お決まりになりましたらリップください。知らねえよ、お前のやつ。すいません。は、声はすれども姿は見えず。見えるだろ。バカか。バカじゃない天才。だけじゃない天使みたいに言うの。ご注文はお決まりです。なんで片言なんですよ。片焼きそばで言ってないですよね。おすすめとかないですか？当店ですね、こだわりの全粒粉を使用した麺をバンズに挟んだハンバーガーが。ハンバーガー？ラーメン食いてんだこっち。ラーメンバー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 ガーです。はい、ラーメンバー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 ガー。バー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 ガーです。バー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 ガーね。バー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 ガーです。バー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 ガー。バー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 ガー。エンジンかけてんじゃねえよ。バーバーバーバーバーバーガー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 。お静かに願い。お前もやってたの？寝てるお客様もいらっしゃいます。起こしてやれよ。なんでずっと寝かしてんの？どこじゃねえんだからね。おすすめないです。おすすめでしたらですね、3種類ありましてね。ね、3種類あります。3種類でしょ。3種類ありますね。あと手はフレミングっぽいしよ。3種類ありまして、ね、3種類って言え。まずい、うまいっちゃうまい、うまいけど食べたら寝る、どれにしましょうか。うまいっちゃうまい、食べたら寝る、食べただろあいつが。うまいっちゃうまいにしよう。かしこまりました。ご一緒にパーマはいかがでしょう。当てねえ。一緒に出ると思う。それでしたらご注文鬼のように繰り返します。一回で、マッチョマイ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 、ガッチャマイ、ガッチャマンが最終的に来ちゃった。お客様、久保様って言いましたよね。いや、名乗ってないんですよ。すげえか、ロト6書いていますという。おめでとうございます。当店開店してちょうど1000人目のデブです。なんでデブだよ。おめえ感じ悪いな。こちら記念品の木彫りの石です。怖え。なぜ喜ぶと思ったこれ。何木で石作ってんだよ。さあ、こっからさらにノンストップで最後までボケまくるから。やめた。お前は親の仇かのように突っ込んでお前親に何したってどういう気持ちなの。みんなもう動いちゃっていいよ。いいわけだ。で、急落のつますけど。ラーメン作ります。絶対おかしいな。もしもし、出前お願いしたいんですけど。お前が作る。ミックスピザ1。ラーメンだよ、最悪。じゃあここは肘引っかかる。当たり前だろ。麺茹で
まーす。どっから出てる？目に出まーす。つけたのか、シャンプー入りまーす。シャンプー目に入りまーす。何の宣言ですか？お待たせしました。ラーメンバー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 ガー。頼んでねえよ。あちらのお客様からです。急なバーの要素いらねえ。目とテンション上がりまーす。目だけでいけんだよ。あちちちちちちち出ていって。お嬢さん、おはインザスカイ。それなんだっけ。麺、スープ、海苔、味海苔、韓国海苔、海苔多すぎる。煮卵、ごま卵、カモメの卵、そう、お土産取るんだよ。鍵の月、仙台麺がない。チンスコ、沖縄、パターンだ、沖縄だな。ソーキそば、沖縄、そばに麺入れんだよ。サービスは将来数、入れなくていいよ。木彫りの石、折れんだよ。じゃあ一旦こぼしまーす。もったいなすぎるよ。あちらのお客様から、そんなサービスだ、断れ。すみません、あ、こっちはお詫びのマッチョのカルパッチョです。気持ち悪い。マッチョの、すみません、こっちはダニエルのムニエル。何出されてるの。こっちはバンビのビビンバです。なんでバンビのビビンバ。これ逆から読んでもバンビのビビンバになりますんで。なってねえじゃん。すみません、後ろこんな感じになってます。切ってねえ。ご注文以上でお揃いでしょうか。何も着てねえよ。服着てるじゃないですか。何も着てねえよじゃねえよ。お会計40銭です。いつの時代。平安時代。バカかバカじゃない天才。さっき聞いたやつ2度目です。ここで一句。ラーメン屋、逆から読んだらホッチキス。なってねえよ。これどちらのお客様から。違う、お客様から。どちらのお客様から。どちらのお客様から。どちらのお客様から。ルーウォークしながら溶き卵を作りながら。待って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 。マティーニ言ってない。待って待って、怖い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 。もう最後の方なんかみんな何言ってんだこいつって。何もう何個ボケるつもりだよ。2個。もっとボケるだろ。何だろ2個って。珠玉の2個じゃあ最後にこの漫才のスポンサーを言って終わりにします。スポンサー。この漫才はイクラ、カズノコ、キャビア、魚卵のスポンサーの。ご覧のみたいな。あちゃー。